はい、ガバーチ袋乾杯延長で。じゃあね、今回もね、さっきとちょっと似てるお話なのかな。アニメの日本、物価の亡国。まあ、何かというとね、この日本と亡国、ね、住むならどっちみたいな、そんな話でね、海外でもの、なんか盛り上がってたらしいんですけど、やめてほしいかな。うん。亡国行っていいですよ。あ、もう答え言っちゃった。ね、うん、もうとにかくなんか日本にはもう来てほしくないんで、特にどこの国地域とは問わずね、うん、もう日本に興味持たなくていいっすよ。ね、もう迷ったら母国行った方がいいっす。本当に、うん、とにかくもうなんかね、日本に来るとかね、うん、移住とかさ、移民とか、うん、住む、いやいやいや、もうそんな興味持たなくていいです。うん、観光も別にいいです。ね、買い物とかもそんなね、うん、どこでも買い物ぐらいできるでしょ。ね、亡国行った方がいいっすよ。日本には来ないでほしい。うん。まあ、それ言っちゃ、おしまいなんでね。うん。まあ、なんか、アニメの日本、物価の亡国。何その切り口。まあ、日本か亡国か選ぶとしたら、どっちに住みたいですか？だって、ね、亡国に行きましょう。で、まず最初の人が、亡国かな？多分日本って未だに外国人嫌いだよね。そうっすね。嫌いっすね。で、次の人、同じだね。私は白人だけど、最近アメリカのメディアは白人ダメじゃんって分裂を作るためにそうなっている。だから多分日本の方が悪いと思う。ちょっと何言いたか分かんないですね。アメリカ国内の問題、日本のせいにしようとしてんのかな、この人は。次の人が、亡国の方が日本よりも物価安いよね。そうっすね。だから亡国の方がいいっすよ。だから。で、次の人。日本、いや、ダメです。でもそれは、何これ。鹿の町と、狐の島と、ウサギの島があるからだよ。何言ってんだ、この人。他の要素としては食べ物かな。でも食べ物はどっちも食べたいのよね。じゃあ、亡国に行きましょう。日本には来ないでいただきたい。で、次の人。汚い外人としてはもちろん亡国。何を言ってんだ。で、次の人、絶対日本、アニメと特撮、もうやめてくださいよ。ね、うん、アニメの特撮もほら、あなた方の大好きな、なんか違法ダウンロードサイトみたいなところでさ、ね、非合法にお金も払わずに、ね、楽しむ、ね、そういうこのサイトなりなんなりあるわけでしょ。それで十分じゃないですか。ね、日本には来ないでください。で、次の人が、今ならどっちの国もアニメに関しては同じようなものあるよ。そうそうそう、亡国、亡国、亡国の方がいいよ、きっと。ほとんどは、亡国がアニメ文化取り込んで漫画作った。日本ほど市場は大きくないけど、あとはゲームかな。なかなか難しい選択だけど、僕は文化を取るから日本の方がずっと豊かだと思う。いや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 、そういうのやめてください。うちそういうのやってないんで。生活環境について話し合うとしたら、点々点。いやいやいや、まあ、もう迷ったら亡国でいいじゃないですか。次の人、まさかそれだけが理由なの？生活費とか税金、家賃とか犯罪とか食べ物とか漫画ってマジ？で、次の人、日本は山と車と桜の季節がいい。僕はアニメ好きじゃないから知らないけど。で、次が日本、公共の場所に荷物心配なく置いておけるっていう景色を見てみたい。その興味持たないでください。ね、そういう人が増えるから、ね、そういうこうね、日本国民にとってね、居心地の良かった場所がどんどんおかしくなっちゃってるんで。んで、次が日本、アニメ、武道と歴史。で、次、空手家大好き、ね、絶対日本だね。いやいやいや、亡国にもほら、ね、うん、起源主張をね、されてるあれがあるじゃないですか。なんかほら、雑巾ダンス部みたいなやつ、なんかありましたっけ？ちょっと名前忘れちゃった。で、次が日本語少し話せるから日本。亡国のことは全く知らない。いやいやいや、知った方がいいですよ。亡国行きましょう。で、次が、日本。日本と亡国両方とも冬に行ったんだけど、亡国の方がずっと乾燥してるのが分かった。僕の肌がカサカサして良くないんだ。は？で、次、どっちの国も好き。だけど亡国に仕事があるなら亡国に住む。そうじゃなかったら日本かな。いやいや、亡国でもほら、ね、なんか、鶏肉を扱う、なんか個人経営の、まあフランチャイズだったり、なんか鶏肉のお店が流行ってるらしいんで、それでいいんじゃないですかね。誰でもできるらしいですよ。で、次、亡国、私の祖父が住んでるから、私の母も亡国出身だけど、3歳からアメリカにいるから、ほぼアメリカ人。で、次が、亡国、亡国料理大好きだし、食べ歩きも安いし、そうそうそう、そういうとこだよ、ね。で、アニメ見てる人は答え分かってるよね。亡国ですよ。
で次はどっちもよく知ってるわけじゃない、けど母国の首都はなかなかいい感じのところみたいだ。そうだね、母国がいいよ。で、次の人がなんでどっちかを選ぶの、僕の家族は母国に住んでいる。でも日本語を話せる、多分日本に住むかな。ダメです、食べ物文化も景色もいい。いや、お断りします。で次の人が母国、母国は綺麗で好き、母国ドラマも好きだし文化も面白いと思う。そうですね、その方がいいです。で次の人、私が若い頃だったら絶対母国、すごく楽しくて夜遊びできそう。私は61歳だから日本にするわ。いや、お断りします。何歳だろうが日本には来ないでください。とまあこんな感じのね、やり取りだったんですけども、どうもね、いまだにこのなんだろうね、その母国を選ぶ理由としてね、何でもいいんですけど母国に行ってくれれば、要は日本はいまだに外国人差別がすごいよねみたいなコメント、どうもこれね、この SNS とかその何かしらのこのね、このコメント欄とかね、見るとね、まだこの母国でのこの母国人の外国人差別っていうのはどうもなんかあまり広く認知周知はされてないみたい、広まってないみたいですね。うん、いや、いいんじゃないですか、母国行けばいいですよね。自分自身でね、ひどい目に遭えば、そういうね、痛みを伴う、なんかそういうね、苦い経験っていうのかな、そういうのが一番わかりやすいじゃないですかね。いくら本読んだり人から聞いた話は所詮人から聞いた話でしかないんでね。いや、行った方がいいと思いますよ。そういう意味で、うん、本当の意味で母国人っていうのは知ることができると思うんでね、どんどん母国行きましょう。その方がいいです。で、知った上ででも日本には来ないでください。で、なんだろうな。そう、だから日本をね、よく知らない。ね、知ろうともしなくて結構なんで、母国に行った方が多分楽しいんだよ、そういう人たちはね。そう、外国の人はやっぱ母国が合ってると思うよ。日本はね、うん、ほんともう勘弁してもらいたい。特に今年はひどいもんな。うん。まあなんかほら、そのマンファーだっけな、なんかよくわかんない母国文化にしようとしてるらしいんですけど、なんかね、日本をこう利用して日本を出しにね、なんか宣伝ね、広報活動頑張ってるみたいな感じですけども、まあいいんじゃないですか。どうせ違いもよくわかんないだろうしね、分かってもらわなくて結構なんで、うん、まあよその国から見たらね、肌から見ればそんなもんだろうとは思うんですけどね、うん、だってアニメ別に済まなくたって見れんだろどうせ、うん、で、まあ結局ね、母国はね、今現在進行形で戦争中、戦時中の国ですけどね、まあ物価が安いね、それを良しとするっていうんであれば、なおさら日本はやっぱ高くつきますんで、基本的には母国に比べたらね、うん、だからまあそのなんだろうね、物価が安いから日本よりもいいんだっていう評価、日本国民からしたらちょっとね、えっみたいな、なんか驚きとともになんか新鮮味すら感じますよね。うん、まあなんだろうな、うん、まあ繰り返しお伝えしてますけど、何でもいいから日本には来ないでほしいかな、外国の人はね。うん、ちなみに物価とかその公共料金のこと言ってる人がいましたけど、多分その人たちは情報が古いんじゃないかな。昔は確かにそうだったんでしょうね。うん、母国の方が日本よりも物価が安い時代ありました。何年ぐらい前かな。まあなんかこう堅くなにね、この母国の方が物価が安い、物価が安いとね主張してる人いましたよね。でもね、実際この日本に住んでる母国の人いるじゃないですか。あの人たちなんかも言うし、まあ日本へ旅行に来たね、母国人たちからもそういう声上がってるんですけど、もうこの物価、うん、日本の方が安いものね、全然多くなってるらしいですよ。うん、まあ日本が安くなったというよりも、母国で物価が上がってんですよね。ほとんどのものが母国の方が高いらしいじゃないですか。だからまあ反論が たくさん入るようになってからは、なんか多くの母国人がね、物価は日本の方が安いとようやく認める流れがまあできてるらしいんですけども、多分ね、今回のこのねコメントの人たちしてる人たちはそれ知らなかったんじゃないのかな。うん、まあどこで物価比べるかにもよると思いますし、都会でた、そうだ、都心部、首都圏とかだったらね、今だともう母国の方が高いものが多いってことですよ。うん、あとはほら単純に値段だけじゃないですよね。クオリティもがっていうか、もう日本国民にとっちゃそのクオリティの方が大事ですよね。うん、多少高くついたとしてもね、いいものを手に入れたいし、いいサービス受けたい
いや、僕だったらそう思いますけどもね。うん、やっぱり安かろう悪かろうは所詮そんなもんですよね。うん、僕だったら逆選びますけどね。まあいいでしょう。とにかくね、日本には来ないでいただきたい。以上ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。